IAEA、e、加盟国、加盟国承認国、脱退国非加盟国地域、アップルブドステーツ、IAEA、e、総会で、すでに加盟が承認されていて、必要な手続きさえ取れば加盟国になれる状態。国際原子力機関は、国連の保護下にある、自治機関である。本部は、オーストリアのウィーンにあり、トロントと東京の2カ所に、地域事務所。 ニューヨークとジュネーブに連絡室がある。原子力の平和的利用の促進。原子力の軍事利用の防止。1953年、アメリカ合衆国大統領のドワイト・ D ・アイゼンハワーによる国際連合総会演説、平和のための核を契機とし、1957年に創立された。事務局長は、1981年から1997年まで、 ハンスブリックス、その後は、モハメド・エル・バラダイが務め、2009年12月より、アマノ・ユキが務めていたが、任期途中の2019年7月22日に死去した。2019年12月3日から、ラファエル・グロッシュが、アマノの公認を務めている。2013年のスワジランドの加盟により、加盟国は159カ国となった。 なお北朝鮮は1974年に加盟し、1994年に脱退している。主な組織としては以下の3つが存在する。総会はすべての加盟国の代表者からなり、理事国の選出、新規加盟の承認、予算の承認などを行う。理事会は35カ国の理事国によって構成されていて、期間の任務遂行を行う。 事務局長は事務局の長であり、機関の代表として総会の承認を得て理事会が任命する。事務局長以下に以下の6局がある。各局長は事務次長を兼ねる。2013年6月1日現在の専門職以上の事務局の正規職員の定員は1142人である。2003年11月の定例理事会では、 イランの核開発問題が取り上げられ、イギリス、フランス、ドイツ、日本が共同提案した、避難決議案を全会一致で採択した。アメリカの主張する国際連合安全保障理事会への付託は見送られた。創立以来、党機関の査察を拒否したと明確に、党機関から認定されている国は、イラク、イラン、朝鮮民主主義人民共和国の3カ国である。 なお一部のウェブサイトにおいて、日本が2007年に発生した新潟県、中越沖地震に際して、柏崎刈羽原子力発電所についての、査察を一時拒否したとする主張がなされているが、IAEA、e、の公式文書等にはその旨の記述は、存在していない。当時の日本政府が一時受け入れ見送りを、表明したのは、地震の影響等に関する、技術的な、調査である。 各拡散防止条約に密接に関連する IAEA 検証等が定める保証措置に基づいて行われ核物質の軍事転用の可能性の有無等につき確認を行う査察とは区別されている2005年度のノーベル平和賞を当時の事務局長モハメドエル・バラダイと共に受賞した上記のように 日本は IAEA 創設時からの指定理事国であり、日本人の天野幸也が事務局長を務めたなど、関わりが深い。一方で日本は、複数の核燃料サイクルを含めた、原子力発電政策を進めているため、IAEA、e、の監視、査察を受けている。日本原燃の核燃料再処理工場には、IAEA、e、により24時間体制の監視下にある。原発の安全審査、 福島第一原子力発電所事故の処理などで、日本の原子力規制委員会と協力関係にある。このほか放射性物質の病気の診断、治療に使う核医学で、IAEA、e、は2018年11月、医大など日本の11機関で作るコンソーシアムと協定を結んだ。ありがとうございます。